頃からだったろう。私たち兄弟がありえないものを見るようになったのは。兄はとても優しい人でした。人には見えないものを見る私が心を開けるのは兄だけでした。母が死んでからは私のたった一人の家族。これが氷室邸。人の行方を追っていました。有名な作家であり兄の恩人でもある高峰純生さん。高峰さんは取材旅行中に姿を消してしまったのです。兄から高峰さんの足取りがつかめたという連絡があったとき、しまうような気がして、このノートは先生、資料が残ってるんです。かなり荒れ果てている。今のは高峰先生、やはりここに来ていたのか。兄からの連絡が途絶えてから2週間、残されたメモを手がかりに私はここにたどり着きました。何かに呼ばれるような、そんな不思議な感覚を覚えながら、兄さん、ここに兄さんが。ここは一体。
緒だった尾形さん。となって私に襲いかかってきました。この人はさっきの縄が式にうごめく怨霊たち。巴さんの変わり果てた姿でした。あれは神社？
失敗。無数にして。着物の女性につかまれて気を失った私、獅子を縄に縛られ強く強く締め上げられる。徐々に獅子に刻み込まれていく呪いの名は、この氷室邸に秘められた禁断の儀式、そして兄真冬と私ミクの運命は。最強和風ホラーシリーズ第1弾、ゼロ。お姉ちゃん、いつも約束してたよね。ずっと一緒だって。ここで遊んだよね。そうだね。ここももうすぐなくなっちゃうんだよね。足大丈夫？痛くない？ちょっとね。でも平気。ねえミオ。なんでもない。
私ね、あの時。お姉ちゃん？遠くに見えるかがり火、姉真夕を探し、さらに森の奥へ。ごめんなさい、ごめんなさい。お姉ちゃん？地図から消えたんだ。ゼロ、赤い蝶。ひっそりと沈み込む古びた町並み。私たちはその村へ向かいました。誰かいるのかな？姉は子供の頃からありえないものが見える力の持ち主でした。今のわからない、この家に潜む気配が姉に何かを伝えようとしている。もう後戻りはできない。そんな不吉な予感を覚えたのです。これは何も危険なものだ。
不思議なカメラ、遮影機を手に入れた私たちに怨霊が次々と襲いかかってきます。この人もここに迷い込んだんだ。恋人を追ってこの家に入って、それからどこへ行ったんだろう。やっぱりここは。遮影機でその霊を封じた瞬間、私の脳裏に彼女の思いが。気がつくと姉がそばに見当たりません。お姉ちゃん。ごめん、私やっぱり行かなきゃ。中へ足を踏み入れた時、ここには何かすごく忌まわしい悪意が満ち溢れてる。そんな気さえ。恐ろしい光景、床中に横たわる無数の死体、あざ笑う白い着物の女性、それは恐ろしい悪夢の光景。誰かが私を呼んでた。戻ってこいって。そしてもう一度儀式を。儀式って？一緒にいよう、ずっとずっと。約束したじゃない。とにかくここから出よう。見つけた姉はひどく怯えていて、何かが姉に取り付こうとしている。そんな恐ろしい予感が。お姉ちゃん。Thank you.
者なのか。この村で起きた大惨事、忌まわしき儀式の秘密とは。呪われし村、水上村を舞台に繰り広げられるゼロシリーズ第2弾。